マイレット・コリガン・マグワイヤは、ベティ・ウィリアムズと共に、北アイルランド問題の平和的解決に取り組む組織、コミュニティ・オブ・ピース・ピープルを設立した人物である。二人は1976年度のノーベル平和賞を受賞した。マイレット・コリガンは、ベルファストのカトリック教徒の家庭に8人の子供の2番目として生まれた。14歳まで、カトリックスクールに通い、21歳で、 ギネスビール社において、秘書の職につき、1976年まで働いた。1976年8月10日、買い物に出かけていたマイレットの姉、アン・マグワイアと3人の子供たちは、イギリス陸軍から逃走を試みた、IRA 暫定派のダニー・レオンの運転する車に、惹かれた。8歳のジョアンと、生後6週間のアンドルーは、即死、2歳のジョンは、 翌日病院で息を引き取った。事件をきっかけに、マイレットは平和運動に力を入れるようになった。1980年1月、我が子の喪失による、うつ症状との長い戦いの後にアンは自殺した。1976年8月、マイレットは、ベティ・ウィリアムズとウィメン・オブ・ピースを共同設立し、この組織は後にコミュニティ・オブ・ピース・ピープルとなった。同月終わりに、 二人は、共和主義者と連合王国支持者の内紛の平和的な解決を求めて、三万五千人を動員した請願を行った。これらの活動により、マイレットらは1976年度のノーベル平和賞を受賞した。この受賞は1977年になってから、遡って1976年度の受賞者として表彰する形で決定した。当時、マイレットは、 史上最年少のノーベル平和賞受賞者であった。マイレットは、暴力を終わらせる最も効率的な方法は、暴力ではなく、再教育だと信じていた。しかしこの事業は、コミュニティオブピースピープルが、連合王国支持者を無視して、共和主義者、アイルランド民族主義者の側に重点を置いているという、カトリックからの意義を大きな理由として、徐々に捨てれていった。 1981年、自殺したアンの夫であったジャッキー・マグワイアと結婚した。マイレットは3人の義理の子と2人の実子の母親となった。1990年、ローマ教皇ヨハネ23世の1963年の開直にちなんだパーチェム・イン・テリス賞を受賞した。2004年、イスラエルの核開発を告発して18年間投獄された。 モルデハイバヌヌの釈放を祝って、イスラエルを訪れた。2007年4月、パレスチナのビリンでの分離壁の建設に対する抗議集会に参加した際、イスラエルの治安部隊が介入し、マイレットはゴム弾と催涙ガスで攻撃され、治療を受けた。2009年7月には乗船していたガザ支援船が、打破され、イスラエル当局より、国外退去処分を受ける。 2010年6月上旬にもガザ地区封鎖に抗議するため同地区に向かう支援船に乗船していたところを拘束され再び国外退去処分を受け10年間は入国禁止となった。同年9月28日に女性活動家を支援するため訪問団の一員としてイスラエルに入国しようとしたところを空港で拒否され10月4日にイスラエル最高裁判所より 国外退去処分を命じられ、10月5日未明にヨーロッパ向けの便で出国した。ありがとうございます。